ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が7回の打席で一塁に駆け込んだ際、右足首をひねって転倒するアクシデントがあった。直後の守備からベンチへ退いた。スミスの同点2ラン、大谷&ベッツの連続タイムリーで一気に試合をひっくり返し、沸き返ったスタンドが一気に静まり返った。フリーマンが一塁に駆け込んだ際、右足首をひねって転倒。そのまま苦悶の表情を浮かべ、ベンチから慌ててロバーツ監督とトレーナーが飛び出した。怪我はやめろ。フリーマン転がるな。フリーマン変な倒れ方したう。うわ。あ、行ったわ。おいおいおい。フリーマン怪我したらやばいぞ。おい。嘘だろ。足やめろ。これはしゃあない。おい嘘やろ。フリーマン嘘やろ。パドレス絶対許さないマンすぎる。やべえ怪我だ。おいおい大丈夫か。おいフリーマン大丈夫かよ。嘘だろ。おい。これで行くのはあかんぞ。フリーマン大丈夫か。終戦やんけ。それはシーズン終了やぞ。ポストシーズン終わりです。もう終わりだよこのポストシーズン。ドジャース終了のお知らせ。みんな顔面蒼白やん。ワールドシリーズ終わりやね。素晴らしい集中打の回だったんだけど、とりあえず勝って地区優勝を決めてフリーマンが回復してくれたらね。最初パドレスの送球が乱れたせいかと思ったけど、見直したらフリーマンもライン上走りすぎに見える。今日勝てば1週間くらい休めるからなんとか戻ってきてほしいですね。これは今日地区優勝決めて PS までに回復できる継承であることを祈るしかない。なんとか今日勝てれば明日から休める。長引かないことを祈ってる。